はい、皆さんこんにちは、ジョーカーズの桃文とゆうたです。はい、というわけで、ね、今回はね、こちらのメッコール、こちらを紹介していきたいと思います。で、これね、ある店で買ったんですけど、まずい、世界一まずい飲み物って書いてあって、もうすごい気になったんで買ってみました、うん、はい、というわけでこちらのメッコール、こちらは炭酸飲料です。お、大麦炭酸飲料って書いてある。大麦のエキスが 10% 入っております。でね、原産国なんですけども、気になる、はい、韓国です。ゆうたくん、韓国はどういうイメージですか？何のイメージもないです。韓国海苔とかさ、あ、そうか、キムチ、キムチ、キムチね。韓国か。でも韓国ってそんなまずいものがあるイメージないけどね。むしろグルメな気がするけど。うん、確かに日本人もね、こう親しむような韓国料理ってあるかも。うん、料理がたくさんあると思います。じゃ、結果美味しいんじゃないですか。うまいんじゃない。まず何なんだろうね、コーラなのかな。なんかコールって言ってるからコーラっぽいよね。その、まあ、炭酸、まあ、早速スパークアップしていきたいと思います。飲んじゃった、飲んじゃった。ちなみに、あー、なるほど、コーヒーの味がする。コーヒー、コーヒー、後味コーヒー。あー、もう飲んじゃったじゃん。つまんねえなー。まさかだね。そういうの多いね。多いよね。羨ましいよ。なんて、お前ね、普通に開くんだよ。おかしくね、俺ばっか。まあ以前のね、こちらの動画じゃないですけど。じゃあ飲みますか。うん、じゃあ、はい、いきます。あー、うん、なんかカフェインが入ってるような。でも、なんか世界一まずいってちょっとハードル上がってるよね。ああ、ハードルは上がってた。まあ、あれはお店で書いてたやつなんで、うん、間違いなく日本じゃないまずさだね。うん、あ、はい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 。後味、飲んでしばらく経ってからこう息吸うとやばいね。うん、あと薬っぽい味もする。うん、そうだね。あのさ、風邪ひいた時にもらう液体の、ぐらいの茶色い液体あるね、の味もする。で、こうやって言ってる間はそんなわかんないね。うん、あ、いっぱい飲むとやばい。ほんと、まずい。あ、まずいね。ま、うん、まずいわ。うん、まずい。うん、まずいよ。スパークアップ。こっちだね。うん、よし、はい。ダメだ。